はい、こんばんは。今日はパルワールドというゲームを遊んでいきます。ちょっと最近投稿してるゲームと若干似てるんですけど違うゲームということで遊んでいきます。まずは自分のワールドを作るみたいですね。難易度についてはカジュアルでやっていきます。このサバイバルゲームっていうのが私多分めちゃめちゃ下手なんで、カジュアルに設定します。マルチプレイなんだろうね、オンにしといてもいいのかな。友達と遊ぶときはマルチプレイオンじゃないとできなかったりするのかな。ちょっととりあえずこれで始めていくか。お、あー、何見てる、かわいい。逃げてっちゃった。すごいとこに打ち上げられてる。なんか iPad みたいなものがあるけど、どんなストーリーなのか全然知らないで始めてみちゃったんだよね。冒険が始まった感じですか。おーおー、動かせるようになってる。あ、鶏いる。風立ちの丘チュートリアル。落ちてる枝を拾うか、木を叩いて木材を入手しましょう。え、これは友達になれるの。こんにちは。なんか、ん、十字キーを押したら原始的な作業台。これ作るには素材が足りないよってことね。あお、ちょこういうの拾えるの？あ、これ拾うものじゃないか、別に。映像すごい綺麗だな。ちょっと、なんか粘土細工みたいなキャラクター。可愛くないこれ。可愛さに全振りした感じで作ったよ。で、どこに行けばいいんだ？鶏どっか行っちゃった。鶏、導きの鶏。あ、なんか、不思議な感じになってる。あ、え？逃げていく。人間が嫌いなのかもしれない。あ、人いる。人がいますね。装備が全然足りないのに近づいて大丈夫かな。 X で話す。うお、銃を持ってこっちを見ないで。遭難者か。パルの匂いがしない人は久しぶりだ。この島は地獄だ。私と来た者たちはもうこの世にはいない。獰猛なパルに一人残らず命を奪われた。お前も油断するな。最低限の物資なら分けてあげられるが、生き延びるにはお前が力をつける必要がある。助言をくれるタイプの人か。だったらその銃をしまってくれ。恐ろしい。え、これご飯、あ、木材、これ拾えるのね。木材かける2。これご飯分けてほしい。木材、あ、なんか光ってる何かしらがあるよ。これは何でしょうか。これは何ですか。ファーストトラベル解放。おお、なんかテレポート的な感じ。このもの、この石みたいなのがあるところだったらファストトラベルできるとか、そういうことかな。ね、チュートリアル、この3つが今のチュートリアルなのね。いろんなところにすでにパルと呼ばれる生き物がいるけど、パルはなんかパルスフィアっていうモンスターボールって言いそうになっちゃった。なんかボールみたいなものがないと捕まえられないっぽくて、まだそれ持ってないから私はパルを仲間にできないよね。なんか矢印書いてある。あそこの遠くに見えてるファストトラベルのマークかな。ファストトラベル、あと25メートル先にあるよーみたいなこと。それがあれか、冒険の。え、なんか、あ、木材。おー、テクノロジーポイント7。それは一体何ですか。レベル2になった。なんか作れるのかな、もしかして。あ、これ作れるようですね。木材10、え、どういうことこれ。作れる、作れないようね。え、作れる、わかんないんですけど。今木材2個しか持ってないから作れないってことかな。木材を集めまくらないと作業台は作れない。木材を拾います。いろんなところに落ちてる。今木材4つ。え、マジでわかんない。あ、なんか羊が見てる、かわいい。仲間にならないかい。
木材をさ、集めてもさ、木材ばっかり増えてて原始的な作業台が作れない。これまた作れないのかな？原始的な作業台を選んで建築予定地を決めよう。あ、これなんかメニューみたいなやつ？なんか鳴き声。怖い。こういうアイテムを作って採集とかが楽になっていったりするのかな？パル図鑑。モコロン、ツッパニャン、タマコッコ。びっくりした。多分これだな、鳴き声。パル図鑑開いたからモコロンの鳴き声が聞こえただけか。なんかこれ、ターゲットされてる。これをなんだ？どうすれば？いいんだ？やがんない。あ、手で殴ってる。やばくない？手やられるって絶対。やばい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 。これなんか体力みたいなことかな？この白いバーは。これで今なんか殴ってるから石が手に入ってるのかな？痛そう。見てるだけで痛そうだな。うん？パルボックスを建て拠点を建築する？なんだと？石何個か手に入れた気がする。これはまた違う石？石をひたすら殴るゲームみたいになってる。モコロンかわいいな。ねんねしてんの？でもそのうちこの子たちもさ、殴ってパルスフィアで捕まえてみたいなことをしなきゃいけなくなるのかな。かわいそうだけど、捕まえるためにはなんか殴らなきゃいけないらしいんだよね。進んできちゃった。あら、高い。こんなとこ落ちたら大怪我では？こういうとこって落ちたらさ、どうなるの？大丈夫？よじ登った。生きてる。生きてるけどさ、大丈夫ですか？身体能力すごいな。なんかこの下の方に降りていってみようかな。大丈夫かな？ HP とか、落下ダメージとか大丈夫？平気そう。なんかキラキラ光ってる。あれなんだろう。キラキラ光ってる岩がある。これも殴ったら壊せるのかな。結構しんどそう。金属鉱石1。でもこんなことしてたらお腹減ってくるのでは？これなんか空腹っていう概念があるらしいんだよね。ねえ、ちょっとこれ作らせて。全然作れないじゃん。オプションタブからサバイバルガイド。最初はどうしたらいいの？まず落ちている枝や小石を拾い、木と石を集めましょう。大木や岩石を素手で殴ることでも木と石は採取できます。これ私がさっきからやってるやつか。作業台を建築し、斧とツルハシを作成して採取効率を上げましょう。これがよくわかんないね。作業台ってどうやって作るんだろう。まずそこができないとその先には進めなさそうだ。あ、建築について書いてあったぞ。十字の上で、建築メニューが開き、建築が可能です。建築メニューから建築位置を決定し、位置を決定。そこで作業することで建築が完了します。位置とは、今なんかさ、スティックグリグリってしたら、じゃあなんか広そうだからこの辺にしようかな。草がいっぱいあるけど。ここでいいか。で、ここで建築、原始的な作業台の建築予定地に近づき、X で作業、建築作業を行おう。長押しで建築する。あ、おお、これでできるの。なるほど。やっとできた。完了。そして、レシピ選択。あ、いろいろ作れるよ。作ってみよう。長押しで作る。楽しいな。できた。これがあれば、木を切るのも簡単。ちょっと待って。なんかタックルした。びっくりする。他にも、松明？手に持つと周囲を明るくできる。これもなんか大事そうだな。作れるもの全部作ろう。できた。
お、ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりした。燃やさないで、今作ったばっかなんだから。だんだん外が暗くなって、外っていうかずっと外にいるんですけど、暗くなってきた気がするけど、これって壊れたりするのかな。あ、これ持ち替え、持ち替えね、持ち替えボタン、持ち替えボタン OK です。ちょっと待って、ずっと持たなくていいんだけど、まあいいか、ずっと持っててもいいか。え、なんか木材って書いてあった、木材拾う。で、ツルハシに変えて、これですね。おお、これ赤い数字は与えてるダメージかな。え、ちょっと待って、マジでお腹空いてきてる。え、大丈夫かな、なんか遊んでないで、なんか食べ物とか探した方がいいのかな。まずまずチュートリアルやった方がいいか。メニューからテクノロジー画面を開き、パルスフィアをアンロック。これあ、解放してよろしいですか。解放って勝手にされるもんじゃないんだ。どんどん解放しちゃおうね。じゃあね、どんどん解放しちゃおう。解放して悪いことないですから。え、本当かな、大丈夫かな。でなんだっけ、パルスフィアをクラフトしよう。だけど多分まだ、え、あ、あれ持ってる、なんで、なんで、なんで持ってんのか分かんないけど、作りましょうね。 OK、 作れた。あ、あ、あ、置いてある、置いてある、習得、よし。弱らせてから OK、 RB でパルスフィアを投げる、こうだよね。待って待って、投げません。 LT でキャンセル。あせ、待って、飛んでっちゃったんだけど、ないんだけど、ちょっと待って、ないんだけど、ないんだけど、ないんだけど、え、ないよね、なくなっちゃったよね、ちょっと待って、あー、せっかく作ったのになくなっちゃったよ。うー、もう作れなくない、だって持ってないよ、さっきの水色のやつ積んでるんですけど。パルジウムのかけらっていうのが明らかに足りないんですけど、木材も石も、ちょっと暗くなってきた、どうしようどうしよう。あれかな、とりあえずパルを捕まえるっていうのが、え、なんだろうこれ、赤くなってる。アイテムが多すぎて体が重い、そうなんですか、なんで、ちょっと待って、木材そんなに持ってるの。ステータスポイントを消費して所持量を、重量を増やせる、所持重量を増やせる。木材こんなに手に入れてたの？今ちょっと斧振っただけなのに？え、なんかいつの間にかこんなにたくさんのものが作れるようになってる。これお家を作る材料だよね、多分。へえ。あ、キャンプファイヤー。簡単な素材を焼く程度のことしかできない。あ、でもこれ食材を調理するには必要なんだよね、きっとね。じゃあ、この辺に作りましょうか。なんか明るい方が安心だしね。いや、明るくなるのか、果たして。やったー、いろいろ作れるみたいだけど、まだ何も作れません。あれかな、今ちょっとさ荷物減ったよね。うんうん、木材でキャンプファイヤー作ったから。他に何が作れる、収納、これも良さそうだね。どこに作ろうかな、ここでいいか。とりあえずこの辺に作りましょうか。完成した。え、なんかすんごい音した。あ、レベルが上がったんだ。ほう、これは自分が今持ってるものだね。この金属鉱石やたらとさ持ってるけど、多分今そんないらないよね。え、ちょっと待って、大変大変、低温だって言ってる、低温。はい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 、松明持ってれば大丈夫。携帯松明は周囲を照らし寒さを防ぐ、これを作れと言っている。私はもう作ったので大丈夫です。パルジウムのかけらがないからパルスフィアが作れないという状態になってしまった。木材一気になくなっちゃった。結構使うんだな。あんまり持てないのに結構使うんだ。とりあえず今作れるものは確認はできたけど、パルスフィア作りたいよね。パル捕まえるためにこの世界に来たのに。なんだこれは、これは何ですか。ゴツゴツした卵。春の卵を孵化することができる。あ、これ作ったらいいんだ。え、卵なんて取ったらさ、近所の親パルがなんか飛んでこないかな。
なんかさ、夜になっちゃったりさ、もしかしてさ、すごいお腹減ってるのでは？なんか体力出てこなくなった。体力ゲージ、体力ゲージは一体どこ？この時間は寒いし、あんまり動かない方がいいのかな。なんかポイントを消費して強化が可能って書いてあるけど、ポイントってなんだろう。ポイント？レベルが上がったからみたいな感じかな。ちょっと待って、お腹減ってるって言ってるよね絶対。グーってお腹の音鳴ったもん。所持重量とか増やしてみようかな。あとは攻撃とか、これしかまだ増やせない。へえ、あ、これらのアイテムを作ることでこの2段階目のものを思いついて、で今3段階目のものを思いついてる状態かな。これはまだ思いつけない感じですね。いいなー、ベッドとかでさ寝たいじゃん。あとね、お腹空いてる。ほら、空腹ってなってる。大変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 。どうしたらいいんですか？木の実とか果物とかあるのかな。朝になってきた？もしかして。お、寒くなくなってきた。ちょっと違うとこに行って戻ってこられるかな。お腹空きすぎてる。ここは落ちたら死にそうだな。こっから登っていけるかな。登っていけそうな気配。やっぱり拠点は高いところに作った方が良かったんだろうか。まあ、作り直してもいいしね。あれ、なんかあるぞ。なんかあるぞ、なんかあるぞ。キラキラしているぞ。羊毛を手に入れた。これ、ベッドになるかな。あ、これって食べ物？食べ物だ。やったー。この赤いベリーっていうのを大量に取っておきたいよね。でも大量に取っといたらそれはそれでめちゃめちゃ荷物がいっぱいになって体が重いってなるんだろうな。あ、こういうさ草がないところの方が拠点に、あ、これはこれはパルスフィアじゃん。パルスフィアって落ちてんの？え、なんか絶対こっちの方が拠点に向いてない？そうだよね。パルを攻撃して弱らせてから、じゃあちょっとこの羊ちゃん、待ってね待ってね、棍棒でしょ、ちょっと殴らせてね。ごめんごめんね。あ、うわ、ごめんごめん、マジでごめん。あ、待って、死んじゃった死んじゃった、待って、あ、ごめんなさいごめんなさい、死んじゃったんだけど。何してんの？攻撃し合ってる。ちょっと待って、あれで弱ってる状態でもさいいのでは。ちょっと待って、こんな感じ。飛んでった。ちょっと待って、ねえ、尊い命が犠牲になった上にパルスフィアまでなくなったんだけど、どうしてくれるの？羊ちゃん殺しちゃったし、多分叫びすぎてノイキャンされてるんじゃない？このさ、死んじゃった子どうすんの？死んじゃった子。このまんまなの？パルスフィアはないよね、相変わらず。あのさっきのパルスフィアの投げ方合ってたのかな？ニワトリちゃんが死んじゃったから投げられなかったってことだよね。でもさ、パルスフィアあんな感じで怒ってるんだったら、あ、待って待って待って、あのさ青いやつってもしかして、もしかしてあのパルなんとかが取れるやつ？違う、ちょちょちょ、もうちょっと近づいて。あ、やった、パルジウムのかけら手に入れられてますね、いい感じ。石も拾っとこう。これで今度はミスりたくない。ここにちょっと拠点、またまた拠点作って、いろんなところに拠点ができちゃうの、マイクラに似てるな。で、パルスフィアようやく作ります。で、意外と羊ちゃんの体力があんまりなくてさ、すぐに殺しちゃうので気をつけよう。あ、ごめんごめんごめん、本当にごめん本当にごめん、痛いね。あ、ごめんごめん、マジでごめん。パルスフィア、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、これ、あ、なんか出てきた、なんか出てきた。ゲット？ゲットですか？でき、ゲットできた？でき
きたのかな。ちょっと待ってね。走るのが得意、モコロンちゃん。坂道歩いてると自然と転がってしまう。かわいい。ちょっと待って、開けた場所にパルボックスを建築しよう。パルボックス、ちょっとお待ちください。パルボックスっていうのを作ればいいの。あー、さっき殺しちゃったこの肉手に入れてんだけど。そっか、死体はやって転がってるけど、お肉を手に入れることができるのね。なるほどな。5分とかってなってる。これあれかな、もしかして消費期限。料理の材料、やっぱあれだわ、あれ作んなきゃ。キャンプファイヤー、結局キャンプファイヤー作んなきゃ。あ、出てきた、パルボックス。これ作ればいいんだ。なんか随分文明すごいな。この辺でいいかな、なんでもいいか。なんだなんだ、なんかでっか。どういうこと、すごい大きいのこれ、もしかして。おお、完了。で、何、手持ちパルをパルボックスに入れるかどうかみたいなこと。この消費期限が迫ってるものを調理した方がいい気がするので、キャンプファイヤー作ろう。おー、高温、やばい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 って、やばいってやばいってやばいって、ねえねえ、ちょっとちょっと、燃えてるんですけど、燃えてるんですけど、ちょっと待って、燃えてるんですけど、 HP 減っちゃう、 HP 減っちゃう、ちょ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 、あ、水水水水水水、あ、なんか入れば、あ、ちょっと待って、火消えたわ、怖っ、びっくりした。あー、びっくりした。レシピ、焼きベリー作りましょうね。おお、楽しそうに料理するじゃん。できた。で、焼きベリー1個でしょ。あと目玉焼きも作ろう。 OK、 できた。あとは、あ、目玉焼きもう1個作れる、作れるだけ作っときましょうね。あ、レベル上がった。焼きベリー作れるだけ作ろうとか言ったけど14個もある。いいや。あ、びっくりした。あ、また高温になってる。ちょっとちょっとちょっと、すぐ火ね。もう待って待って、こん中入れば平気。入りましょう。よしよしよし、元気よく水に飛び込みました。これで大丈夫。あとコッコも捕まえたいから、パルスフィア作ろう。あ、もう足りないの。あ、木材か。木材なんて一瞬ですよ。一生なくならない木がここにありますからね。とか言って一生なくならないわけじゃないのかな。よし、今ね2つか3つ作ったぞ。そしたら今度は、ごめん、うん、ごめんごめんごめん、本当に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 ごめん、すごい怒ってた。大丈夫、捕まる、捕まえられた、やったやった、ありがとうありがとう。なんかもう1匹猫みたいなやついたよね、ここに上がってくるときにさ。なんか私から逃げていっちゃったけど、いた気がする。ちょっと探しに行こう。でもダメだ、ここ降りたらまた登ってくるの大変そう。あいつどこ行っちゃったんだろうな。へえ、あのさ、不運な事故で死を遂げたコッコちゃんはずっとここに死体が転がってるの。これなんか悲しいね。ずっとあるのかな、死体。なんかもしかして夜になろうとしてる。この子若干体力減ってる。ちょっと殴って捕まえちゃおう。ごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、ごめん、怒ってた、ごめんごめん、大切にするから、大切にするね。ちょっと待って、拠点がどこか分かんなくなった。どこどこ、地図とかないのかな。こっちだっけ。あ、あの猫いる、猫みたいな。あ、パルスフィア怒ってる。こんな高文明なものが落ちてるってどういうこと。それなのに私の格好ひどいよね。もうちょっとさ、洋服らしい洋服着たいんだけれど、私の拠点どこだろう。こんなにね、上に上がった記憶はないから。あの猫ちゃん捕まえよう。ごめん、準備運動しているところ、ほんとごめん、ごめんごめんごめん、ほんとごめん、ほんとごめん。待って待って待って、83% 大丈夫かな、 83% 大丈夫かな、いけるかな、いけますか。いけました、よし、ツッパニャン。
投げようと構えたパルスフィアをさ戻すやり方がなんかうまくいかなくて、未だにうまくいかなくて、あれこの辺だっけ、完全に迷子だよ、この上かな、ビリーが大量にある、収穫だ。でもこんなに取ったところでさ消費期限が近づいてきちゃうんだよね多分ね。あ、この子たちにもあげられたりするんだ、お腹減るのか、今は大丈夫そう。トコが赤いベリーをもぐもぐ食べました。あ、レベル上がった、やったやった、テクノロジーポイント12、たくさんテクノロジーポイントを溜まってる割には私全然なんか原始人みたいなんだけど、遠くまで移動しすぎたよね、拠点に戻りたいんですよ。なんかあそこに燃えてる何かがあるんだけど、あれなんだ、燃えてるポケモン、あ、じゃポケモンじゃない燃えてるパルがいますね。燃えてるパル強そうじゃない、っていうかさ拠点見失った、拠点に帰りたい、助けて。水辺の近くだったと思うんだけど、こんなにね流れの速い川じゃなかったと思うんだよ、池みたいな。キツネビっていうパルがいるね、これも捕まえられるかな。今パルスフィアが2つある。これ近づいたら熱いかな、ごめんごめんごめん、おお、うわ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 、飛び道具、え、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い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 、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。戦闘モードになってるね、あの子たちはね、2匹とも戦闘モードなの、ちょっと待ってください、ごめんなさい、喧嘩売ったことを後悔してます。とにかく逃げたらさ追われないかな、うわ追われてるな、どう見ても。どれくらい離れたらターゲットから離れて、うわーずっと追ってくるじゃん、このまま私迷子になるのでは、え、やばいやばい、ツッパニャンとキツネビが戦ってる、なんで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 、私が悪いのに、私が悪いのに、ごめんなさい、逃げろー。あ、なんか戦闘の音楽が解除された感じある、ツッパニャンが、あ、大丈夫か、え、かわいい、なんだあれ、あれはなんか弱そうじゃない、レベル低いし、ミルフィーってやつ、ミルフィー捕まえようぜ。え、なんか宝箱ある、ちょっと待って、ミルフィーミルフィー、ごめんごめんごめん、ほんとごめんほんとごめん、あーごめん、ちょっと待って、 97% いける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 、捕まえられる、え、出てきちゃった、もう一回、 97% ならいけるっしょ、いけるよねいけるよね、あとちょっと、やったー捕まえたー、あーごめん、殴ってごめんね。そしてさ気になってた宝箱ですよ、これ何ですか、ん、何なんですか、よくわかん、やばいやばい、キツネビまたこっち来てる、狙われてるんだよ、一回攻撃したらさもう敵だと見なされるんだな、私の拠点どこだろう、あ、やばい、どうしよう、直接攻撃していない子にも攻撃されてる、敵だと思われてる絶対、なんかこういう道通っていったような気がするんだけど、勘違いかな、もう絶対違うじゃん絶対違うじゃん、拠点どこだろう、迷子になっちゃった。